今回はですね第7回となります、まるまるさんとガイアの夜明けを見てみよう。早速、今日はゲストお二人来ています。この二人です。雷の竹内学さんと石田拓実さんです。よろしくお願いします。こんばんは、お邪魔します。本日はよろしくお願いします、はい、お願いします。今日はガイアの夜明けを一緒に見ながら、はい、いろんなおしゃべりしながら見ましょうっていう企画なんですけど、ガイアの夜明けご存知？もちろんもちろん、うちの妻とか、はい、ガイアの夜明けはこれお世辞とかじゃなくて、一番好きな番組って言ってました。本当ですか、はい、いつも酒飲みながら見てます。 ありがたい、はいはい、ちょうどいい時間ですからね。学、ね、さんも見たことあるんですか？もちろんです、もちろんです。実家がスーパー経営してるので。そうなんですか、はい、特にスーパーとか、特集してる回とかは、そう、姉とかと一緒に見て、はいはいはい、で参考にしてうちのスーパーの経営につなげようとするんですけど、やっぱりどうしても真似はできなくて、うん、とりあえず蛍光灯の色を明るくしようみたいな確かに違う。学ぶってその節電とかじゃなくて普通に切れてたよ地方のスーパーの話ってね、確かによくやるんですけど、はい、難しいんですよ ね、 やっぱりね、お客さん呼ぶのってね。でもなんかちょっとこう変えたいなとか変化させたいなみたいな、こう気持ちはね、モチベーション上げてくれるし、はい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 、ガイアの夜明けは。それはありがたいですね、はい、今回はテーマがですね、道の駅取り上げるんですよ。でお二人は茨城ご出身で、はいはいはい、当然道の駅も詳しいだろうということで、はいはい、ありがとうございます。ぜひお呼びしようってことなんですけど、はい、なるほど、そうなんですよね、うん、道の駅結構あともうロケとかで行きますよね。そうですか、そうだから栃木県で栃木テレビさんで番組やってるので、茨城というより栃木の道の駅にめちゃくちゃ詳しい。詳しいっすね、はい、地元より。地元よりも、はい、茨城の道の駅って霞ヶ浦の近くにもうあるね。1個あるよね。1個あるね、あそこにもね。そこしか知らないっすね。筑西とかにもあるんですけどなるほど。でもちょっと正直ちょっとロケで行き過ぎてて、最近あんまり店員さんが歓迎してくれないまた来た、また来たっていう感じになってるんですかでも道の駅たくさん見てらっしゃったら、じゃあうまくいってる道の駅と、うん、あれなんかここ元気ないなって、何かが違うなってのもおそらく体感的にご存知です。あと結構ロケで行ってる道の駅はうまくいってるなパターンだと思うんで、大概そうですよね。そういうとこって、はいはい、なんだろう、道の駅なのにこれやってますみたいな、はいはいはい、道の駅のイメージを逆手に取った新しいことやってるところ多いっすよね。ただこう名産売るだけでもなくみたいな、そう、本格的なヨーグルトだったりチーズだったりとかね、そういうの売ってる店もあったし、うんうん、そうかそうか。今回いろんな道の駅出てくるはずなんで、はいはい、ぜひお二人の知見を生かしてですね、はい、もっとこうやればここはうまくいくのにっていうことも含めて何も知らないですよ。いやいやいや経験値ですから好きにこうつぶやいていただければと思いますんで。なんとのスターってことで、あ、始まりました、始まりました。見ましょう見ましょう。今行列必至の話題の場所、ここは日本で一番新しい道の駅です。新しいですね。島だ、可愛いネーミング、くるくるなると。4月、徳島県鳴門市にオープン。特に人気なのは地元の特産品、鳴門金時を使った芋あんぱんに。最近お芋系は人気ありますね。とにかくね、鳴門海峡の幸を使った海鮮丼、そしてヤバカメばっかり買い終えた。さすが、さすが鳴門やね地方創生の切り札として活動を続ける道の駅。現在その数は1200近くにも上ります。しかし近年赤字や廃業に追い込まれるケースも。一体何が起きているのか。建物なのにね、これ力入れて作ってますよね。そう、来年このまま行くと潰されるというか。ガイア20周年企画、道の駅、勝ち組と負け組の分かれ目。さあ始まります、はい、これ書いた人に出会いたいんですよ、このね、かっこいいですよね。かっこいいですよね、うん、玄界灘を望む福岡県宗像市、ね、ここに勝ち組の代表格と言われる新人のアナウンスが間違えるやつなんですよ、ね、宗像ってね、平方市、三つの駅、宗像、大阪のね9時、走ってオープンと同時にお客さんが駆け込んできました。何かを走って、見てください、開店からわずか5分でこの人だかり。並ぶのは
玄界灘で取れたばかりの鮮魚、その数30種類。完全にもう狙ってきてる人らです、うん、地元の人なの。これが飛ぶように売れていきます。もうスーパー代わりで来てるっていう。そうだね、うん、まとめ買い。ここも魚が食べたい時はもうここしか来ないですね。どちらから？北九州の小倉時間をかけて来てますけど、それでもやっぱりこっちの方がいいかなっていう。福岡市と北九州市の中間に位置する宗像市、道の駅ができる前は素通りされる町でした。安全守るためにね、駐車場。しかし2008年にここができたことで年間150万人以上が訪れるようになったのです。道の駅がだから観光名所。昨年度の売り上げは17億8100万円。道の駅なんですね。道の駅って言っちゃう。2011年から11年連続で九州地区の道の駅で売り上げナンバーワンです。道の駅そうですって言ってる。実はガイア、ここを9年前にも取材していました。うわ、いつも週末はこのにぎわい。蟹江健三さんがやってたんですね。地元漁師が持ち込む鮮度抜群の魚介類で売り上げを伸ばしてきました。例えばマダイ、1匹400円ほど。安いっすね。地元でヤズと呼ばれるブリの子供、ブリの子供ヤズって、この大きさで地元ではねヤズって言います。600円。あ、安いね。安い。鮮度の良さは今も昔も同じですが、当時ここの売りはその安さでした。一方、現在の道の駅宗像はというと、正月みたいになってる。確かにそうです。普通の日でこれ初売りみたいです。本当すごいっすよね。脂が乗ってます。いかがでしょうか。漁が解禁されたばかりのマダイ、値段を見るとちょっとお高め。なかなかこちらのヤリイカも強気の値段。貝を買いに行きました。スーパーから比べるとちょっと値段は張りますけどね。鮮度が全然違います。クオリティが違うね。鮮度と質の良さを前面に打ち出すことで、道の駅宗像の魚はブランド化に成功したのです。美味しいお魚ね。魚メインでやってるんです。高くても売れるわけを改めて見てみると、朝5時近くの金崎漁港を訪ねました。水揚げされていたのは玄界灘で採れたばかりのピッチピチのマダイ。あ、その場で生きているうちに素早く神経を抜き、氷で締めて生け締めにしていました。いや難しいぜ。これ締めると何が変わるんですか。締めてやっぱ地抜きしてやっぱ鮮度を保つために、はい、でもやっぱ変わります。生け締めしました。生け締めにされた魚はすぐに近くの加工場に運ばれます。全部捨てるもんだと思ってた。いや、そんなことないよ。そんなことねえんだから大変だ。一匹一匹だけやったら、まあ、そうか。家族で漁業を営む名部恵美子さん、夫と二人の息子が取った魚の販売を担当しています。値付けは自分で、魚の質はどこにも負けない自信があるので強気になります。水揚げから2時間後には道の駅宗像へ。もうそうか、間にどこも通さないですぐ売り場ですもんね。開店前にはその日の魚を並べ終えます。すごいね。売り上げて変わりました。このやっぱいいですよ。冷蔵庫は自分たちのスペース。こっちは出してないんですよ。もう本当市場だけなんです。まあ、そうだろうね。だからそこを売る場所を売ってるわけです。ここで魚を売る漁師は9年前の40人から3倍の126人に増加。まあ、でもきっと売上に応じてちょっともらえるんですよね。当然ね。ですよね。では収入はどのくらい増えたのか。早いもん勝ち。へえ。じゃあもともとしてたら他の人を入れちゃって、あ、だそう。そこのじゃあ競争もあんない、ね、生産者っていうか。そうだね。販売する側は稼ぐ漁師も生まれていました。場所取り競争みたいな。そうなんだ。お箸下見てから行ってほしいけどね。5月下旬。いや見る時間ねえな。これは。あいにくの雨。
さすがに客足も鈍ります。知れてよかった、面白い。売れ残っていたのはやっぱり天気悪いと、あの鍋さんのマダイ。そうね、ドライブも返品になるか。もう自然のことやけ、こればっかり分かります。加工品できるのかな、どうすんだろう。鮮度を売りにする道の駅宗像では、売れ残った魚は翌朝までに漁師が引き取る決まりです。道の駅に一回売ってとかじゃないの、この現状を何とかしたいと思っていたのが、ね、工藤達也さん。そういうやり方なんだ。まあ、一番いいのはすっからかんにこう全部売り切れて、あのご報告するのが一番気持ちがいいですけどね。以前は大手スーパーで商品開発を担当していましたが、道の駅宗像に転職。その時の経験を生かして新たな試みを始めていました。ちょうどまとまった感じで陳列してます。それがこちら、冷凍食品にしたブリ大根。あ、加工だ。マラブさんの言う通りじゃないですか。あ、さっきのやつこれなんだ。そうだそうだ。まあ、日頃からお魚が残ってるのをちょっとよく見てましたからですね、こういう余ったお魚で加工してできないかというのを考えて作ったんですね。大量にブリが余っていた時にそれを買い上げ、道の駅宗像のオリジナル商品に生まれ変わらせました。それから自分家の裏にぶん投げたりするんでしょ。ぶん投げてないよ。これが大ヒット。バレねえで今も売り続けています。自分家ならいいけど最悪。でも間違いない、全然いいやつ。魚以外が厳しい。そういうこと。工藤さん、今や50種類の商品を開発。すごいですね、結構オリジナルでアヒージョとか。こちらも宗像ブランドとして漁師さんの売り上げに貢献しています。こういうのを考えてくれると、しかもオリジナルって言われると買いたくなる。そして去年からは本格的にネットでの販売を開始。これはコロナ禍での巣ごもり需要が追い風となり、5000万円近くを売り上げました。すごいな。でも魅力的な値段かも。強気だね。でもさらに工藤さん、逆にうまそうって気持ちになりますよね。今あの名鍋さんのマダイを使って新たな商品を作ろうとしていたのです。刺身をも売ってるんです。加工品にするのがね、なんかもったいないのかなと思ったりもしますけれども。できんだ、まあ、これがでも宗像のね、ブランド品ですので。違いますね、やっぱり。刺身、そうなんですよ。刺身さばくのも大変だから、うん。このままこの値段で売れるって相当いいよ。まあ楽ちんだよ。それを切り身にして瞬間冷凍機にかけること。魚好きの人たちがやっぱ買いに来てるってことですよね。自分でもさばける人がね。これで旬の美味しさそのままを閉じ込めることができます。お願いすれば刺身やってくれる。あ、なるほどね。お金かかりますよね。実は工藤さん、もう一つ使いたい食材が。あ、結構ありますね。あ、そうなの。そう。おめえのとこちゃん。これ全部魚とかさ、詰めてくれてくんだけど、それさ、でもちょっと商品なんかついでに買ってこうっていう。目をつけたのはスルメイカ。買ってくれるけど、まあ、忙しい時に春から夏に向け大量に水揚げされます。マジで親さんぶち切れる。いやいや、わかる。マダイとスルメイカを使って工藤さんはどんな新商品を作るのでしょうか。それあるある、わかります。すごいわかる。この日向かったのはどこ行くんだろう。今見てなかったな。あの売り大根以来付き合いのある食品加工場です。工場だ。はいはい、お願いします。新商品開発、今回もここと手を組み、新たなヒット商品を作ろうと相談に来ました。初見ですよね、これ。初見です、初見です。こういう風に持ってきましたので、スルメイカですね。いい状態ですね。早速開発担当者と調理方法を打ち合わせます。何になっても今回はタイはオリーブオイルでソテーをかけて、オリーブオイルでソテーをかけて、これをまた煮込みを煮込みをかけてソースを仕上げる。ソースを仕上げる。仕上げんじゃないか。工程をちょっとこれよりは多くして、そうなんだよ。工程は通常より多い。高級なマダイを使ったオリジナル商品。イカフライにすると今度、ね、失敗するわけにはいきません。ギトギトになっちゃうから、ね、ちょっと大変だね。6月7日試作品
できたのかな。余ったマダイとスルメイカを使った道の駅宗像のオリジナル商品が完成していました。完成したんだ。あ、これはいいね。酒のつまみの、あ、美味しそうじゃないですか。出来上がったのはマダイが主役のブイヤベース。エビやアサリも入れました。工藤さん、誰よりも先に食べてもらいたい人が。おはようございます。さっきの。あらもう。試食していただいても。商品開発のきっかけとなった名田部さんです。はいはい。マダイをね、あの名田部さんたちも。タイの味を知り尽くしている名田部さん。果たしてどんな評価か気になります。ちょっと薄味ですけど上品で美味しいです。良かったです、はい。おつまみなんかもいいんじゃない。ありがとうございます。残ったらもったいないですからね。こういう風に使っていただける。忙しいだろうけど、一緒にありがたいです本当に。あ、まあ確かにね。ああ生産者と道の駅の勝ち組は地元の漁師との強い絆でさらなる進化を遂げています。ありがとうございます。もう命がけで取ってきていただいたお魚余ってしまったりしたのをやっぱりこう加工品に変えて、でさらに食べていただいてそれを参考にするってい う, こ う, もう一体となってできるというのはですね、まあ道の駅ならではかなと思います。一方こちらは房総半島の南西部に位置する千葉県鋸南町。人口は7000人ほどで、ランドマークは房総半島を一望できる、うん、この辺は私のドライブコースですよ。あ、そうなんです、ね、ですか。しかし他には特に知られた観光地は平日なら空いてますからね。そうですね、平日はね。もう土日はね、アクアラインそんな町を道の駅が変えました。オープン以来町への観光客が7割も増えたというのです。ここ常連です。私、あ、常連なんだね。知ってるとこ知ってる。東京から車で1時間ほどの千葉県の鋸南町にやってきました。松下さん、ここには来た時に今や町一番の人気スポットを松下さんが訪ねます。去年はコロナ禍にもかかわらずおよそ70万人が訪れました。ここ結構普通の道の駅とはそんなに駐車場広くないんです。あ、そうなんだ。どんどん松下さん、わかるかな。見たことありますね。あら、これは二宮金次郎先生ではないでしょうか。ちゃんとマスクをされてますよ。併設されている直売所に入ってみると、あ、広く見えるね。これ、ここ広いんですよ。すごい、なんか天井が高い。このにぎわい、特に休日は多いんです。安い。地元農家の新鮮な野菜が並んでいます。もちろん割安。すごい。あ、でもあれ後ろ看板、松下さん気づきました。これを見つけちゃいましたか。ということはそうなんです。もう分かっちゃいました。もともとは保田小学校。正解。この広い直売所、体育館、以前は体育館でした。2014年に廃校になった小学校すぐ三つの駅に作り変えたんです。いや、行動早いな。車で入ってくとやっぱり学校だったと面影がもうすぐやっぱりスッと伝わってくる。なんかね、入ってくとホッとするんですよ。校長の大塚です。緊張感がない。校長先生。そうなんですよ。ここはもともとですね、小学校だったものをインターチェンジが目の前、アクアラインが非常にできて便利ということでリノベーションをして、それでまあ道の駅になったということで。こういうのもリノベーション。インターチェンジのすぐ横に、すげえ変わった。絶好の立地にある道の駅保田小学校。あ、こういうのは歴史あるこの学校を残したいという町の人の思いもあったそうです。卒業生とかね、面白い。あ、そうだね。ここには子供の頃を思い出させるたくさんの仕掛けがあります。この施設に携わってる人も小学校の卒業生の方多いらしいです。あ、なるほど。自分の小学校は例えば食堂。小学校といえば給食。そう、給食、うんうん、この器いいよね、容器が。あのクジラの竜田揚げなどのフライヤー。千葉だからね。優しい味のカレー。アルマイトの食器に入っています。
スプーンこうだったよね。確かに先割れスプーン。確かにこうだった。茨城がもっと鋭いよね。先ね。茨城のつが俺らの学校な。予想はどうなってるかわからないけど。まさしくこれはピアノ。すごい。学校にあった本当に古いピアノなんですけど。開けてみてもいいですか。はい、どうぞ。実際に弾いてくれんじゃない。あのここでミニコンサートなんかもやったりして。あ、すごいですね。一応音鳴るんで、ちょっと聞かせてくださいよ。すごい。懐かしいことしますよ、なんか。そうですか。この道の駅の最大の特徴はこれ。左手でいじってたけど。1年1組の。どうぞ、1年1組に。あ、はい。投稿ください。どうぞ入ってください。すごい。体育館のやつ持ってきた。なんだこれ。教室に泊まれるんです。宿泊できるんだ。別の場所にお風呂もあります。あ、安い。お値段はリーズナブル。安いですね。安い安い。へえ。ここに泊まるためにやってくるリピーターも多いといいます。今回が4回目という都内からやってきた井上さんご家族にちょっとついていってみましょう。夕方道の駅で美味しいもの買って夜部屋で食う。2年1組バスか。ね、あ、子供とか楽しいかもね。誰もいない教室。学校に泊まった気分だもん、ね。なんだか密着になった気分です。ワクワクするわ。大人も子供も。泊まれる部屋は12あるのですが、人気でなかなか予約が取れず、井上さんも久しぶりなんだそうです。4200円だもんな。子供とか学校で飲み食いできるっていう。確かに。旅にやるのが確かにね。黒板一人占めです。そういうこと。子供が楽しそうに泊まってまた行きたいって言ってるのが本当に嬉しいのと、この雰囲気がほっこりする気はしていて、自分もなんか懐かしいし。小学校に泊まることでなんだかふるさとに帰ってきた気分に。道の駅ではレンタサイクルで町に出ることを勧めています。これで周りも盛り上がっていくってことか、自転車で遊ぶ。まずは近くの漁港を目指しました。港がすぐ近くなんですよね、ここ。いや、いい場所だな。地元の漁業組合直営の海鮮料理店。取れたての魚が味わえるんです。珍しいよね。すごいでかいよね。すごい、でかい。この順に失礼いたします。はい、イクラ親子丼ですね。まだもうイクラ食えねえんだよな。今めちゃくちゃ痛風なんですよ。海を見ながら食べると味も格別です。そうですか。食べたい。続いてはイチゴ農園が経営するお店。今のイクラを。残念。自慢のイチゴをふんだんに使ったスイーツです。これ絶対うまいよ。いろんなものを見て食べると鋸南町に愛着が湧いてきます。イチゴっすよね。そうですか。イチゴを凍らせてシャーベットにした。それが道の駅保田小学校の狙いでもあるんです。愛着の湧くんだ、町民以外でも。県外からのお客様も何かこう自然を求めてこういう場所に来てちょっと懐かしい気持ちになれてという、いろんな気持ちになれる場所ですよね。そうですね。施設がですね、周辺ともどもね、どん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 こうこの地域がこの一帯が栄えてくることによって鋸南町が元気を取り戻すというようなあのことを夢見てます、ところ変わって北海道伊達市の山あい。道の駅世界最大ログハウスの里とあります。売りは本格的な石窯で焼いたジオパークピッツァ。自動演奏されるピアノ、そして大理石造りの豪華なトイレ。これはちょっと無駄だぞ。でも巨額な投資をしたこの施設ですが、広々とした駐車場には一台も車が止まっていません。実は運営会社が経営破綻し、今年1月北海道の道の駅で初めて登録廃止となっていたのです。寂しいな。
1993年全国103カ所でスタートした道の駅。ガイアもこれまで数多く取材、現在は1200近くにまで増えました。確かに走ってるとあちこちにありますもんね。道の駅は自治体が建設所有し、国土交通省に登録された施設、運営は民間や第三セクターに委託されています。赤字になれば税金が投入されることになるのです。そうなんですよね。本当に地域でみんなで応援しなくちゃいけない。実は今全国の道の駅のうちおよそ3割が赤字に苦しんでいるといいます。今から俺らが道の駅やりますって思って、鳴門の渦潮が目の前にある、まあ、この道の駅も、まあね、かつてはその名前使っちゃいけないに追い込まれていました。そのピンチを救ったのは一人のアルバイト、地元淡路島出身の金山博樹さんです。当時は本当に閑古鳥って鳴くんだなと思ってて、本当にお客様ゼロなんて日もあってですね、10年前金山さんは淡路島特産の玉ねぎを前面に押し出すことを提案します。行きました淡路島。あ、そうですか。玉ねぎドレッシングを買いました。美味しいんですよね。美味しいかって言ってたんですよね。そうなんですよ。もう一回来ますね。玉ねぎ頭。道の駅と近隣の施設が連携し、さまざまな玉ねぎのオブジェを設置しました。クイズ番組のヒント VTR みたい。これは何今や行列ができる玉ねぎ UFO キャッチャー。ありそうだ。ありそう。金山さんのアイデア。玉ねぎのクレーンゲーム。これこういう映像とかだけど。玉ねぎ？はい、おめでとうございます。今玉ねぎ高いですからね。成功すると 1.5kg 650円相当の玉ねぎがもらえます。設定で UFO キャッチャーのアーム固くしてんだよね。お母さんなんかなるほどな、玉ねぎキャッチャーで玉ねぎもらってきたよみたいな、なんかよくわからんけど調理するねみたいな、してんじゃない、そんな風に食べていただくシーンまでいけるのかなと思ってます。めっちゃ似合ってますね。かわいい。他にはない玉ねぎ尽くしのアイデア。家族連れや若い女性客が一気に増えました。あ、ちょっと見てみたいな。めっちゃウケてんの。おじいちゃんおばあちゃんしか来なかった施設に、まあ、こんなに若い子が来るって僕たちも想像ができてなくて、でもやっぱり そうなってくるとこう働くスタッフも、まあ、若い世代が働きに来たりとか、まあそうですよね、なんか人のパワーを感じます。金山さんはその後コンサルタント会社を起業。危険会社。赤字に悩む道の駅を次々と建て直し、再生請負人と呼ばれるようになりました。金山さんが手掛けた一つが人口3800人の漁業の町、北海道鹿部町にあるこの道の駅です。日本でも珍しい天然温泉の間欠泉がシンボル。6年前にオープンしましたが、初年度がピークでその後売り上げは低迷。危機感を抱いた町役場は金山さんに相談。かっこいいな。そこで金山さん、以前から考えていたある秘策を導入しました。おはようございます。その拠点がここです。でここでこうふるさと納税の業務をみんなしてますね。道の駅再生の秘策、それはふるさと納税の活用です。返礼品業務を道の駅が行うことで、寄付額のおよそ1割を道の駅の運営に使える仕組みを作りました。忙しい生産者に代わって返礼品のサイトを作成、写真を撮り思いやこだわりを書き添えます。その結果寄付額は5倍に。町も潤い、道の駅では設備投資やオリジナル商品の開発が可能になりました。最大のヒット商品がこの根昆布だし。おだし？以前鹿部町は昆布を売りにはしていませんでした。しかし金山さんはその品質の良さに驚いたといいます。そう、ここだけしか販売せずにわざわざ買いに来たくないものを作らないといけないなというのがポイントですよね。メロンとかね、
メロン誰も知らなかった。してなかった。地元で。そうなんですよ。メロン農家だったんですけど。生産量日本一の市で生まれたんですけど。当たり前すぎてメロンがあるのが。年間メロンの話なんかしたくないみたいな。そんぐらい。メロン食いたくねえって。メロン買うもんじゃなかったっすよ。僕らの方もらうもんで。東京来てから知りました。高価なものなんだなっていう。嫁やだ。へえ。道の駅鹿部間欠泉公園ではコロナ禍にもかかわらず売り上げは1億円を突破しました。続いては九州北から南へ霧島連山を望む宮崎県小林市。ディレクター大変よこれ。ありがたいね。農業と畜産は盛んですが知名度は低く観光名所に乏しい町です。そこで一人で一人でしたいと2001年にできたのが手分けしてじゃねえか。一人でやってんのこれ。ガイア方式ですから。うわ責任持って一人でっていう。千葉とは別のディレクター。僕は北海道と淡路島と道の駅が最も出番のシーズンです。すごいな。すごい。あもう今オープンしたみたいです。金山さんに開店を待っていたお客さんはたった一人。取材時間って合計どのくらいなんですかこういうのって。その後も来店は閑散としていました。すごいな。店員さんも手持ち無沙汰。人いないですね。実は俺らからしたらこういう番組のディレクターさんがどういう動きをしてるかっていうのを密着で見てみたいけどね。あそういうもんですか。はいはい。毎回ロケ行くときにどうやってスタッフさんここロケハンしたのかなとか、どうやって見つけたのかなとかよくあるでしょ。多分テレビ作ってる側の人間ってそれ当たり前だと思ってるんですけど、そうです、ね、所有者である我々からしたらその取材能力の裏側っていうのは面白いよね。一人でだって行ったって面白いじゃん。これ V の目線を統一させるためなんですかねそれ。あもしかしたら多分そうだね。ブレないようにね。まあ人がいないっていうのもありますそれだな。ちょっと使いを借りて頼んでないのに代表としてやってくれるとありがたいですっていうところを真っ直ぐに行きました。勝手に行っちゃう。勝手に行っちゃう。プロデューサーも知らないっていう。ふるさと納税のアイデアを使えないことが分かりました。あ金山さん自分で社長就任して今度悩みましたが立て直しするんだ。この再建を手伝うことに。そういうことですよ。まあ、いろんな行政さん僕、ね、こうお会いさせてもらってるんですけど、やっぱりこう第三セクターとか道の駅の運営会社にお前たちもっと頑張れとか、なんでそんな赤字なんだとかってすごい上から目線なんですよね。でそんな関係でうまくいくわけないじゃんっていうのが世間でいっぱい起こってて、ここはめちゃくちゃ寄り添ってたんですね。なんとかこうみんなで再生しようねって。でも実際に乗り出してみるとご新車をどうで止まってたりですね。モーションのプロなわけじゃないかな。分かる。でもこういうのあるあるだよね。ああいうポップの出し方とか、なんかいっぱい情報出したいから出しちゃうっていう。どれがメインか分かんなくなるっていう。一旦コマーシャルですね。はい。なんかマナブさんが小売りの経営コンサルタントに見えてきました、ね。いやもう興味ありすぎて、やっぱり現場知ってるっていうのがよく。そうですね。まあちっちゃいスーパーですけど、まず自分家再生させねえと。確かにね。そんな苦労してるわけじゃないんですよ。もうお父さんがちょっとね、そろそろいいかなっていう考えでもあるって。そうそうそう。やっぱあのバブルの時とかすごい売り上げもあったんですけど、はい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 、もうそこからもう落ちてきて、なかなかもう本当自転車操業というか、借金しながらって感じだったので。どのぐらいの規模のスーパーなんですか。まあコンビニの 1.5 倍2倍はないかなぐらいの。じゃあ本当に地元密着で。そうですそうですそうです。ご近所の方たちがっていう、はいはい、そうなんですよ。個人経営では残ってる方なんですけど、はい、あほら視聴者から来てます、はい、書き込み。まなぶ君がお店の人目線で面白い。やっぱりそうですよね。本当私もそう思う。いや下見してきたんじゃないかっていうのがすごい、ね、先手先手で、あこれは商品開発だ加工だなんていうの。やっぱり分かってらっしゃるっていう感じ。好きなものってねこうやってね、うん、いけるよね、出ますよね、うん、うまくいかない時の理由っていうのもなんとなく見てて分かります。そうですね、でもやっぱりこう宣伝したりアピールするプロではないなって思うんで最初からやっぱ、うんこのね、地元のものを、ね、地元のものを知ってたりとかね、あの漁師さんだったらお魚を釣るとか、はいはいはい、農家さんだったら野菜育てるのはプロかもしれないけど、うん、こう 外にアピールして売るっていうのは
やっぱりそのやっぱ外部の血を入れないとどうしても立て直すの難しいなと思いますよね、うん、なるほどね。そうなんですよね。高見さんどうですか、あちこち見てて、うん、そうっすね。だからどうなんだろう売り方。でもさっきみたいにこう文字隠れてたっていうのはすげえあるあるだよね、 ああいうの。あ、やっぱりそういうもんですか。はい、結構見たりしますし。ああ、だからうちももともとただの農家さんで農協にこうメロンを卸してましたけど、最近自分たちでこう販売するようになって、小林さんに見せ方こう変えてきてるって、それでめちゃくちゃ売り上げ伸ばしてるもん、高見市はね。なんか質問が来てるな、はい、VTR 始まったけどどこの道の駅のお風呂が良かったんですか。お風呂ね、お風呂、あとで聞きます。足湯とかあるよね、温泉あるとこもあるもん、ね、うん、なんかこういう風に商品はあるよね、デザインされてて、それも栃木、栃木だね、ちょっとこういったね、おしゃれじゃない店にこうおしゃれなものが来た時に、まあ、説明を添えないとですねこの違和感のギャップを埋められないなと思ってて、まあ、ここにも説明はあるんですけど、まあ、なかなかこう目につく場所になかったりするんでですね、確かにいいものだって気がつかないかもしれない、お客さんが新茶をどうで止まってたりですね。これねちょっとねツイッターのつぶやき方と似てんなと思って、バズるやつってめっちゃ分かりやすいんですよ、写真貼って文字も必要最低限のことだけで、同じ内容なのにあんまりいいねとかリツイートが伸びないやつとかもあったりするもんね。見せ方一つで変わるっていう、率先して指示を出そうとはしません。あれ結構大事な大事な情報ですね、これ。あれあれあれって言っちゃうとね、今までやってきたことを、まあ、否定しかねないんでですね、まあ、徐々に徐々に行きたいなと思っています。あんまり指示しちゃいけないってことなんですかね、うん、じゃあね。そこで金山さんは再生に向けてスタッフ自らが考え行動する意識改革に取り組むことから始めました。最近ベンチャー企業はこういうのやるんですよね、あのアイデア層みたいな感じでみんなで書き込んでってアイデア出してみたいな。定期的にスタッフ全員を集め改善点を出し合います。そうそうそう、思いついたこと書いてって、コロナでお客さんがね減ってるのか、魅力がないから減ってるのか。確かみんなコロナでって言いがちなことがあるもん。そうそうそう、確かに今のはいい意見だ。マイケンチームを覗いてみるとゴールデンウィーク中初日でいくつかの商品が売り切れ、ミスミス販売のチャンスを逃してしまったという反省が出ていました。今回その足りないものたくさんあったじゃないですか、それもヒントなんで、この今回のゴールデンウィークの曜日で何が足りなかったのかっていうのをちょっとメンバーで書き出していってもらってもいいですか。危機感を持って自分たちの手で再生してほしい、うん、やっぱり教えないんですね、面白い。そんな金山さんの思いを強く受け止めている人がいました。レストラン部門で働く伊藤優也さんです。役割が分かるから頑張れんもんね。道の駅ユーパル野尻には売店奥に直営のレストランがあります。あ、その厨房を切り盛りするのは伊藤さんとベテランの松野料理長。名前かっけえな。小林出身の伊藤さんは高校卒業後名古屋の和食店で8年間修業、その後地元に戻って家族で念願の店をオープンしました。しかし去年コロナの影響で経営が悪化。そんな時金山さんと出会い道の駅で腕を振るってほしいと頼まれたのです。まあ、生まれ育ったこの野尻町で道の駅があるっていうのはすごい誇りに思いますので、そこをやっぱり元気がないと、まあ、自分の生まれ育った町が廃れていくのを見るのも嫌ですし。こういう静かに話す人ってものすごい情熱感がありますね。レストランではこれまで価格重視の仕入れでした。金山さんは地元食材を積極的に使っていこうと提案。主に伊藤さんが新メニューを開発し、毎月一つは
出すようにしたのです。今回は地元名産のごぼうをふんだんに使った天丼。ごぼう？ごぼう天ですね。金山さんが試食し美味しければゴーです。なんかめっちゃうまくないですか？うまい、うまいですけど、めっちゃ美味しいです。うんうん、メニューの改善に着手して半年、客足は少しずつ伸びてきています。この日も昼時は満席です。この伊藤さんのこのこれが、ね、こうして書いてあるから、説明が書いてあるから美味しいかなと思ってきた。結構こういう説明だけ読みますか？うん、こういうのも食べたくなるもんね。丁寧な説明書き、新メニューにかける伊藤さんの意気込みが伝わってきます。誠意に近いですよね、なんかね。あと意外とやっぱなんかああいうの読んじゃうよね。さらなるメニューが開発に向けとりあえずなんか見たりする経緯を知って食べた方が美味しく感じるもん。二人がやってきたのは養殖場です。この辺は何作ってるんだろうな。小林ならではの食材がここに眠っているといいます。うわー、おっかいよー。これも1メーターぐらいあるんじゃないですか。冬にこれ出るサメか。あ、サメだ。お、よかったね。そこにいたのはキャビア。チョウザメ。宮崎県とか有名ですもんね。チョウザメ日本でも養殖してるんですね。してます。霧島連山からの豊富な湧き水。あれだよね、チョウザメキャビアにするまで長いんだよね、時間かかるんだよね。小林氏は2004年、あ、そうなんですか。日本で初めて白チョウザメの完全養殖に成功しました。あ、いいじゃないですか。目的はもちろんこの黒いダイヤ、キャビアを取るため。そのチョウザメを使って伊藤さん、一体どんな料理を作るのでしょうか。キャビア料理。すごいな。あれキャビア7年ぐらいだっけ。あれ長いっすね。7年から10年、赤ちゃんから卵取れるまでに、そんくらいかかるらしいですよ。あの完全養殖って卵産ませて、その卵を返して親になって、また産んで、そこからようやく完全養殖なんですよ。だから相当時間かかるんですよね。だからもうキャビアが売れればやっぱ高価なものだから、高い値段でもみんな買うから一発当てられるけど、そこまでの準備がえげつないよね。設備投資も。そう、なんでお二人そんなに経営知ってんですか。いや全然どうしてたまたまチョウザメはね、チョウザメのロケ行ったんですよ。あ、そう、栃木で。やっぱ見てるんだ。それも栃木なんですよ。栃木でやった。それこそまたチョウザメでね、キャビアになる前の、なる前のこの稚魚をすげえ今育ててるんですっていう。そうそうそう。だって私国産のキャビアがあるなんて知らなかった。そう、あるんですね。ありますあります。確か宮崎が日本一だった気がするんだよな。宮崎日本一合ってる。やっぱり。なんで知ってるの。すごい。すごいな。たまたまでも。あ、ここでクイズがある。クイズ。あ、そうそうそう。はい、今回道の駅と取り上げてますけど、はいはい、茨城、皆さんご出身の栃木、はい、群馬の中で道の駅が一番多いのはどこでしょうか。あ、栃木県。栃木県。ブー。ブーなんだ。え。じゃあ群馬県。なんで自分の茨城県じゃないんですか。全然冷静に当てに来てるじゃないですか。そう、そうなんですね。あの、そうです、群馬が1位。あ、群馬、32カ所もある。で2位が栃木で25カ所、はい、で茨城は15カ所。あ、15カ所、意外と少ない。意外と少ないなと思って。でもなんかやっぱパッとあんまりそのロケ行ってないからかもしれないけど、あんまりそのイメージがないもんね、僕らの中でも。栃木が多いイメージあったし、あと筑西にもあったし、うん、ネットで見たらなんかあれだな、お魚市場、あれも道の駅らしいんだよね。 あれ道の駅の、うん、お魚市場が。あとナマズバーガー食べたとこ、だからその霞ヶ浦のとこでしょ。霞ヶ浦のとこ、あ、霞ヶ浦、はい、はい、ナマズバーガーってのがあるんですよ。私見たことあります。見たことあります。どれしましたけど。あ、美味しいんですかあれ。そうっすね、はい、美味しいです。絶対美味しいです。茨城のものは美味しい。意外、茨城のことあんまり褒めないんだな。美味しいです。まだ続いてて畜生のはでかいよね、あそこ。でかいね、うん、霧島連山のたもとにある宮崎県小林市。道の駅ユーパル野尻は再生に動き出していました。
メニューの開発を任されている伊藤さん。小林市で養殖されたチョウザメを取り寄せ、ね、早速試作に。ヨーロッパでは身も広く食べられています。まあ、1キロ前後のサイズが一番食べ頃みたいなんで、はい。地域で言ったらこう海で言うと何の魚に似てるんですか？僕的にはフグに。フグ、フグ食感もフグみたいな食感ですね。アラも捨てずに出汁を取ります。食材としての魅力を余すことなく味わえるようにと、伊藤さんこれまで培ってきた和食の技術を全て注ぎ込みます。できたの？そうして出来上がったチョウザメ三昧の定食。そうか、キャビアじゃねえんだ。キャビアだけ入ってないんで。すり身揚げ。すごいわこれは。アラで出汁を取った鍋は地物の野菜とともに、刺身はしゃぶしゃぶでも楽しめます。軟骨の唐揚げに蒲焼きのお重、3枚にするために締めて、お値段すごい1800円です。1800円。おお。新たにポスターも作りました。あ、いいんじゃないですかね。いや、これ売れんのかな。美味しそうです。めっちゃ美味しそうです。チョウザメのこれ、チョウザメに特化してる定食よ。仕掛け人のチョウザメ見てうまそうってなかなか思わないですもんね。しかもチョウザメの絵入ってるんですね今。めちゃくちゃ。どうなんだ。他のスタッフにチャレンジメニューだよこれ。チャレンジメニュー。ナマズバーガーもチャレンジメニュー。そう。タブレットを持って向かったのは、食べた人の口コミがどのくらい広がるか。確かに本当そこですね。チョウザメ美味しいよ。口コミですね。自慢の名産品、生姜焼き定食とチョウザメ定食があったらどう伝えるか。生姜焼きっちゃうもんね、迷うっすよね、最後。その食材のイメージでね。イメージでね。わかるわかる。気になるな。それこそ口コミしかないよね、やっぱり。本当そうだね。評判がいいっていうね。本当だね。あ、お茶売っててもお茶飲んだことなかったんだ。やっぱり新茶の香りがする。ね、しまう。違う、やっぱり新茶ですね。こっちの方が強いですね。お茶の香りが一つずつ強いです。なんとなくこう意識が変わってくるっていうのはこういうことなんでしょうね。お茶は今だけ。さっきみたいな写真の撮り方一枚で印象変わるし、飲んでもらいたいなと思って。やっぱりブログにあげるにあたって商品をちゃんと知ろうっていうのも出てきたので。6月5日チョウザメ料理デビューの日はあいにくの雨。天気悪いな。日曜日だというのにお昼時、お客さんは2組だけです。お客さんが、お客さんが入りませんね。雨だからですかね。営業終わりまで、あと30分。ありがとうございました。すると、チョウザメ入りました。嬉しい。はい、2つ。2つです。チョウザメ来ました。すごい笑顔。お客さんの反応は、想定外でした。どっち？想定外ってどっち？どっちだろう。チョウザメだって信じなかったとか。あれはチョウザメじゃないってお客さんが怒り出したとか。想定外ですよ。チョウザメが好きで。お前さん、はい、ご存知かもしれません。チョウザメってサメじゃないんで、ご存知です。あ、サメじゃないんですか、はい、チョウザメって。チョウザメって淡水魚なんで、普通のサメは、まあ、海に、はいはいはい。チョウザメってじゃあ何なんですか。チョウザメはチョウザメかっていう。あ、そうなんだ。完全に淡水魚なんですね。うわ、知らなかった。そっかそっか。見た目がサメに似てる。形だけがサメっぽいってことなんです。うわ、知らなかった。知らなかった。悔しい。ご存知だと思いますがって今言われました。全然知らないわ。何なんだ。確かに万物を知ってるイメージあるもん。味かけに来ちゃったぞっていう感じですね。あ、お二人に質問来てる、はい、お二人へおすすめの茨城グルメ。あ、聞きたいですね。茨城グルメ、そろそろ茨城褒めてください。たくさんありますからね。ねえ、
俺はずっとこれが美味しいって言ってるんですけど、うん、はい、たらしっていう食べ物があって、たらし、まあ東京でいうもんじゃ焼きみたいな食べ物があるんですよ、うん、もんじゃ焼きよりちょっと固めな、うんうん、ただもんじゃ焼きと同じような食べ方するんですよ、うん、ヘラでこうやって、うん、それが茨城県の大洗町っていうところのソウルフードで、うん、知らない、うちの母がその大洗出身なんですよ、で僕らは鉾田市ってとこなんですけど、だからうちの母が持ってきたんで俺たちは知ってますけど、学ばは知らないもんね、知らない知らない、うん、はい、めちゃめちゃうまいですよ、美味しいよね、美味しいです、ね、だから大洗町行けば駄菓子屋さんに、鉄板のテーブルとかがあって、そうそうそう、うん、たらし頼んで食べることできたりとかするんですよ、うんうんうん、学ばさんは、そうですね、あの僕はやっぱベタに納豆が、納豆、はい、すごい好きで、で、あの本当にここ1ヶ月、うん、毎日のように納豆食ってて、ここ1ヶ月本当に特に食ってたんです、うん、本当に最近の話です、ね、食ってて、で また食べたくなって1ヶ月毎日のように食ってて、うん、で、あのカップ焼きそば、はいはい、あれに納豆を、あ、めちゃめちゃうまい、食べるのが本当に好きで、まあ、何でも納豆結構かけるんですよ、茨城の人、ほんで今の質問でなんでどっちもナマズバーガー言わねえの、あれどうなんだよ、じゃあナマズバーガーね、みんなどう思うんだよ、ナマズバーガーも、でも美味しい、美味しいですよ、美味しいです、美味しいですよね、あっさりしててきっとね、はい、そうですそうです、あっさりしてて美味しいです、でもなかなかほら干し芋しか知らないとかそういう人いるから、干し芋は本当に、そうそう、あ、冷やし焼き芋っていう食べ物あってめちゃめちゃうまいです、はい、冷やし、冷やし焼き、焼き芋を、はい、ふかして、ふかして、要はもう焼き芋にするんですよ、それを冷凍させて、それいっぱい蜜が出るタイプ、眠っていた地元食材を掘り起こす、トマトが50度ぐらい、道の駅再生に向けて奮闘する伊藤さん、想定外のリアクションね、新たな看板メニューにしたいと期待を込めたチョウザメ料理、そうですね、最初に注文してくれたのは女性の2人組でした、さてどうでしょう、うん、おお、めっちゃ美味しい、うん、あっさりしててすごく食べやすいです、よかった、ほんとフグっぽいんだ、美味しいって言われるのが想定外って失礼だ、気に入ってくれました、いや確かに本当に美味しいって言ってるのがいいじゃないですか、いや、よかったよかった、ご飯を追加でください、これだ、すごい、雑炊にしたってことですか、これが想定外、あれにも入れて、当てた、すごいっすね、よかったよかった、すいません失礼しました、伊藤さん確かな手応えを感じました、雑炊はだから思ってなかったってことか、そうだよね、そういう食べ方を、本当に出汁が出 て, て事務スタッフが厨房に応援に入るほど忙しい日も出てきた、ね、ユーパル野尻、道の駅再生請負人の金山さんは洗い場を手伝っていました、なんか社長が洗い物してる、あ、まあここぐらいしかできない一番邪魔になるところ、出身で現場のこの、うん、なんだろうね、心つかむ肝みたいなの、本当に道の駅が繁盛してくると現場を分かってる、自体くくりで褒められる、淡路島すごいねって、石壁町すごいねって言われ出すんですね、やっぱりこう突き出ていくとみんなが、あ、負けないようにしようって上がってくると思うんで、それで結果、まあ、お客様がまあ、いろんなとこ回って満足度も上がって、そのエリアの価値が上がっていくっていうのが、なんか道の駅のいい役割になってるかなと思います。道の駅が誕生して来年で30年、地方活性化のための役割は一層大きくなっています。さあということでガイアの夜明け、はい、あっという間でしたけれども、あっという間でした、いかがだったでしょうか、いや、このお仕事をいただいた時に、はい、なんつんですかね、なんかわーわー言って見る番組ではないと思ってたんで、うん、そうです、あの、うん、黙って見るっていうか、わかりますわかります、こうポーいい意味でこうポーっとこう家で見る番組だと思ってたんで、はいはい、それにわーわー副音声みたいに見ながらね、喋る仕事ですよって言われた時にいけっかなって正直思ったんですよ、行けましたね、いや楽しかったね、うん、そうっすね、あの今回のデートそのなんかその道の駅なんかこの、まあ、いい道の駅というか、はい、まあ、ちゃんとしてるというか、ええ、まあまあ美味しいものがたくさんある道の駅に、はい、まあ、県外の人とか、まあ、違う町の人が来てその町のことを知るというか、その町の名前を覚える、その町の知名度が上がるみたいなことがあるなと思って、うんうんうん、
そうするとなんかこの自治体同士で勝負してるような時代なのかなと思いまして、そうですね、そう戦っていかなきゃいけなくて、でもだってみんなで戦っていけば、もう金山さんのことで働けよ。その、ね、自治体にやっぱお笑いより熱が、この自治体にお金がいって結局みんな幸せになるのかなって思いました。もう何喋ってるか分かんない。そうそう、なんか、うん、地元でと勝負したくないなと思ったりするわけよ。ああ、そういうもんなんですか。はい、このままでいいじゃねえか、このままでいいじゃねえかって、外に向けて何かアピールしなくてもいいじゃねえかさえ思っちゃうんだけど、でもまあ勝負することによってやっぱお金が入ってきたりするし、まあ幸せになるのかなって思ったりもしました。結局勝負した方がいいってこと？どうなんだろうね。まあ幸せなら何でもいいんだけど、幸せなら何でもいいんだけど。答えになってねえぞ。でまあ今日のテーマでもありましたけど、道の駅っていうのがその地域創生のすごくポイントになってる。それはやっぱりあるんでしょうね。そうですね。で今どうしてもね、地方行くと元気なくなってるところ多いのは残念ですけど事実ですからね。そこで何かきっかけがっていう。そうですね。よくあの町おこしコンサルタントみたいな人ってたくさんいるんですけど、はいはいはい、今日私思ったのは、そういう人たちってやっぱり講演して上からこうやっぱりね、こういうことやるとどこの町は成功したから皆さんもやってください、うん、ここから先は自己責任ですみたいな、はいはいはい、そんな形でコンサルやってる人たちって多いんですけど、金山さんやっぱりなんだろう、上から言いません、うんうん、そうですね、でね、自分たちで動いてもらえますって言いながら気がつくと自分も皿洗いしてきちんとこう、はいはい、雰囲気作ってる。しかもなんかここが一番邪魔にならない場所っていう言い方もいいですよ ね、うん、現場の人をリスペクトしてるからこそアルバイトからやっぱり、ね、そう言える言葉だし、うん、あと本当に現場知ってる人ね、うん、なんかなんとなくそういうなんで再生請負人の人のイメージって、うんはいはい、自分がなんだろう、見つけたノウハウ、うんうん、プランをこう押し付けて、だからいろんな地方でやってるけど結局みんな同じ型にはまったやり方だったけど、うんうん、多分違うじゃん、うんうん、金山さんはこの現場見て、あ、このやり方があってんだとか、うんうんうん、で皆さんにこう任せるっていうやり方がいいよね、うん、今日二人ともすっごいいい話されてる、はい、素晴らしい感想でした。あ、ここで、はい、あ、これいいですね、はい、ガイアをもっと多くの人に見てもらうためのアドバイスをぜひお二人からいただきたい。よろしくお願いします。見てもらってますよ。今日は座ることが多いんでお願いします。謎をどう見る。どう見てたっけ、いつも家で。なんだろうね、学ぶんちやってくださいよ。いや無理よ、成功してないんだから。スーパー竹内、ずっと失敗パターン流れるんだから1時間。スーパー竹内っていう、もともとお父さんが、お魚屋さんだったんだよね、うんうんうん、でいろんな棚を買っちゃったんですよね、まず。あ魚以外も売れるなってスーパーになったんですけど、うん、で後継ぎが今いないんですよ、うん、3兄弟でお姉ちゃん学ぶ妹、うんうんうん、なんですよ。で芸人やっちゃってるんで後継がないじゃないですか。でお姉ちゃんが今実家にいるんですけど、最近ブルーベリー畑を作り始めたんですよ。そうそう、ブルーベリーね。スーパー竹内継がずに、そのお姉ちゃんの思いとか、じゃあたくみんちのたくみんちのメロンと学ぶんちの刺身、なぜこんな差がついたっていうテーマで。どっちも息子は雷っていう職業なのにでしょ。いや、やめメロンは相当成功されてる。相当成功してます。相当成功してる。相当成功してる。笑いながら言うぐらいだから相当成功してるでしょうね。あ、そうなんですか、はい、仕送りいらねえって言われました。あ、こんな書き込みもあります、はい、雷のお二人って頭を叩いてるイメージだったけど、こんなに熱くて知的な人たちなんですね。ほら、いや、ま、学ぶなんて早稲田の政治経済学部ですからね。学歴はどうでも全然いいですけど、はいはいはい、ただその、うん、芸風が合ってなかったっていうのはありますね。ありますね。ありますね。今日あのお忙しいところありがとうございました。こちらこそ、なんか、はい、どうです、いつもの仕事と全然違うパターンだと思いますけど。そうですね、逆にこれが俺たちの素っていうか、素ですね、完全に。そのガイアの夜明けだからいい子にしなきゃとかじゃなくて、今素の部分が、好きな番組だから自然にコメント出るし、はい、あとやっぱ内容面白かったんで、その上でこんなに知的なんですねって言われたのが本当に嬉しいです。頭いいって言われるのがめっちゃ嬉しいみたいな。バカな証拠だよね。頭いいって言われて喜ぶっす。今日は知的なお二人をお招きいたしました。また機会がありましたら、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ガイアの夜明け、今大人気のコストコ。コストコ様様です。普段見られない裏側にテレビ初潜入。そして日本
31店舗目のオープンに密着。初日から人、人、人。ただいまコストコ拡大中。